ハマグリスナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優の隅田竜平です今夜の『ハマグリボーイ』はこの方です香川照ですそしてもうお一方弁護士の大谷俊彦ですというわけで<い>はカミソリ負け弁護士軍団大集合ということでございます <laughs> やめてかたくなに否定しますね照江先生いやなカそり負けは嫌ですか嫌ですかもう一ても盤石の地位を築いてますから築、ね、<laughs> いてらっしゃいますね色々ね要職についてらっしゃると聞いてるんですけどみたちとは、ね、<laughs> 違うんです嫌な人やな立場がないますから、ね、守るもんがあるんですかああ、まあ、偽名でしか出れません、まあ、<laughs> 香川照江名義でもうそろそろ出られなくなっちゃうんですかじゃあうんまあね 養殖についてそんなにこの番組続悪番組みたいな印象ありますないけどむしろ市民に法律の知識あったりそういうの啓蒙している番組ですからはい もっと誇りを持って喋ってもらったらいいと思うんですよね、竹内先生の回とかと切ってしまえばね <laughs> いやあの人はこの番組の精神的支柱ですから、ね、論説委員長ですから、つな <laughs> がってみたら、ちょっと大変なこと喋ってるみたいな、<laughs> そうですか、照江、あのーね、先生もそういう皆無、弁護士会って皆無っていうのんです、ね、はい、会のです、ねうん、仕事、はい、本業の、ね、自分の弁護士業務以外でも、うん、それもお忙しくされてて。うんうん これは僕ら弁護士今3人でやってますけども厄介なのは仕事が忙しかったら普通にラジオのパーソナリティーで忙しければ忙しいほどその職場、仕事場そういうところでネタを集めれるんですけど、うんうんうん。はい 我々ねこの守秘義務という厚い壁があって、うん、忙しければ忙しいほど喋ることがないと,、はい、<laughs> というわけで、はい、梅雨明けましたね寄稿 <laughs>、ね、の香りね、はい、よっぽどない <laughs> でもねちょっと早すぎないですか出た <laughs> いやいや,いやあのー <laughs> 今までで同級生じゃないですか照江先生と私は昭和51年12月はいて、は、た、い、ね、はい、もう単純も近いですけどうん、うん、大谷君早生まれやけど同級生こんな短い梅雨ってありました経験上めちゃむ短いでしょ、うん だってもういつもあの祇園祭の宵山あたりじゃなかったですかそのぐらいに思いっきり大雨降ってああ梅雨明けるなっていうようなイメージがじゃあ7月まで梅雨ってことイメージイメージそうですよ俺6月で終わってるイメージあえ梅雨ですか君はどう僕6月のイメージだけど何の話やねんこれ朝はかや梅雨の話やんか ででもほんんまそうなすよだから私の中学高校時代の恩師の寺井先生という方がいらっしゃっていつもね夏にお中元をお送りするんですよ。でそれでまああの国語の先生です丁寧なね文字で表裏びっしりはがけに書いてラジオも聞いてくださってその感想とかも書いて令状を送ってくださるんですけどいつもじゃないかある年の寺井先生のオリジナルの季語が「 彫たても終わらぬうちに梅雨が明けました。そっから少 <laughs> しいは、ね、<laughs> そっから入っていったんですよ。<laughs> あなるほどね。そこで繋がってるわけね。やっぱ彫たとそうそう。彫たてが終わらぬうちに梅雨が明けます。ということは彫ってやその祇園祭のねそれは早いっていう意味じゃないですか。そういうことやろうな。だから君の感覚が正しそうやなということは。 あの私と寺井先生のね、うんうん、京都のそういう夏の行事で照らし合わせていくと、そういうイメージなんですよ。えまだ僕も立てててないいのにっていう、うんうん かっこなそれなんかちょっとだからそのねほんまにねオリジナルの記号を使える人になりたいんですよほんまにもうね45にもなってだから書かなあかん時ね検索しないですかグーグルとかで書き出しな六6月中旬記号とかああいうのもねもうオリジナルでやった方がいいですよほんまにもうそろそろそこがだから教養というやつやなだから自分でできるというそ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 ういう意味ではだから早いな って思いますね。ほんまにだからそのね、私があの吉本興業のね所属でまあ一応所属はしてますけども、あんまり目立った活動がないけども、あのそうなんです。もっぱら消極芸能を中心とした中吉くさせていただいてるというね。はいはい。そういう活動してるんですけれども、その囲碁さんっていうマネージャーでいつもこのキスなといつも言いますけれども、その人がいつも。 すみださん、うん、梅雨明けますかね, <laughs> ねいつも言ってて、梅雨明けましたかね <laughs> って、いやいや、伊賀さん、あの、二日ぐらい前に梅雨入りしたってニュースで言ってましたよ、と。 あんたのその梅雨の感覚短すぎますっみたいなこと言ってたんですけど <laughs>、うん、今年はほんま囲碁さん基準ですよね、うんうん、ほんまに <laughs> まあそんなにねあの梅雨っていう感じもなかったですね、うん、そうやな、ね、あんま降ってなかったのにもう終わったみたいな、ね、そう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 、うん、で函立の話しましたけども今年はだからあるんですよね行祭り、うん、行祭自体は去年もあったのか一昨年もだからその山鉾も巡行して、うん、お店も出て宵山とかに。うんうん いつもの、ね、いいですね。はい。京都の夏の、なんかね、風物詩が、帰ってくるということで。で、今さっき、ちょっと、スマホで京都新聞のニュース見てたら、今年、大文字も完全に、大とか、ああいう御山のあの、書くらしいですよ。書くフとか。フとか、ちゃんと今で、この、点をつなぐみたいな、うん、あの、コロナ禍の中ではね。そう。だから、あの、大やったら、この、だから、 なんていうのこの先っぽ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 あとは自分でつないでくださいみたいな心の目で見てください心眼で見てくださいみたいなのがもう全面全面天下っていうんですか並べんのも人がいっぱい行くからっていうねなるほどであのお二人はね私がいつもそのねごさんの送り火の時にお家に来てだいたりとかいうことをてまねしてなかったですけど今年ぐらいかまた そうういね、こともやりましょかちっと子供大きなったからなかなか一緒に来てくれへんようになってんけどなあ子供を遊ばすのもまたね良かったそう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 あもうそういう反抗期ですか一緒に旅行行きたくないとかいやそんなことはないけど予定がもうみんなクラブやないあ、それぞれの予定があって一番下行けるかなでもほんまにあの うち自体がそうかもしれない。だんだん、その、今までは僕の友達を呼んでたじゃないですか、うん、ご残くらい。うん、まあ、それもおかしな話ですよ。まあ、マスオさんに、マスオさんに、ね、その占領されてる状況ですもんね。<う>お父さんの方どう思ってるのかなあまあ、ちょうどいらっしゃらないからね、その時期ね。うん、あれで,でも気遣使ってとか言ってたよ。そうんですよ。なすよあなた、すごいな。うん カッコーみたいな気が <laughs> う,う,う、卵 <laughs> もう今私がその照井、ね、先生とか大谷君の友達呼ぶみたいなことになってるから例年その時期はほ他のとこに旅行行ってくれたりしてるんですなでもそれがだんだんだから <laughs>、うん 徐々にうちの娘も5歳やから娘の友達が集まるみたいになっていくんでしょうねもうそろそろいいねそれまた美しい流れやなそれもな美しいですかいいやんそんなの楽しそうでそういう受け継がれ受け継がれ受け継がれねだそうなっていったらそうかだから娘の友達のまた親御さんが来てみたいなことになるんかなと思うんですけどそうこの間ね「かなあと落北」っていうねはい泉焼そう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 に えー、先週のね、土曜日に、うん、あの、ちょっとね、買い物しに行ってたんですよ。はいはい、で、フードコートあるじゃないですか。<ー>で、フードコートで、まあ、アイスクリーム食べてて、はいはい、そしたら、ちょっとね、あの、まあ、我々か、家族で食べてて、うんと、そのね、えー、前方にいる、うん、子供2人連れた、はいうん、あ私より、ちょっと年下のお父さん、後ろ姿じーっと見てて、へぇ、うんうん もしかしてリスナーのベイヤンちゃうかなと思ったすよ。ベイヤンっていうリスナーがいるんですベイヤンちゃおうかな。よくね、この番組の飲み会、スミシュランとかも来てくれてたベイヤンっていう子がいて、ベイヤンでもずっと会ってないわけですよ、スミシュランももう2年以上してないから、おそらくそうちゃうかな、ちょっと横見た時の横顔でメガネとか、あメガネしてる、やっぱりベイヤンやとかって思ってて。 なんかまあ、普通と逆ですよね、普通はなんか有名人の方をそのリスナーの方が見つけて、あの人、住田さんちゃうかなってなるじゃないですか。っていうふうになるんやけど、でもマスクしてるか分からん、わかるじゃないですか、最後に僕、え米安ちゃうのあのバックショットやからね、自分で聞いたほうが絶対米安やもん、ちょっと、で、妻にも、ちょっと米安家とか見てくるわって言給水器、給水器はい、みたいなのがあって、あそこ、行くふりをして、前から見 じっと行視した米ンからああ住田さんって思ってたらよかったよかった。で、そこから米ンも子供二2人ついてて、お嬢さんをね、で、あ、じゃあうちも娘いるからみたいなで、そのね、かなわと楽譜で子遊べ遊ばせるコーナーがあるな、ああいうので、どっちかってなんか

なんかそういう、このゴミはどこに捨てるみたいな、それがゲームになったんです。すごいやん。なかそういうのあるところで、ああ、ちょっとせっかくや一緒に遊ぼうや、みたいなんで、しばらくずっと、その米安のお子さんお二人とうちの子供とで遊んでて、で、まあそれがね、でも夕方やったから、まあ1時間ぐらい遊んだかな、いろいろして遊んでて、ほんで、ほんなね、またた、あの、まあ、 一時間ぐらいか。まあ、向こうもちょっとねも、なんかね、時計見てましたわ。うん。その。いつまでなんかろう。そう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 、なかなか。あの、でもね、リスナーの方が言いにくいじゃないですか。ね。うん。あなたが圧をかけた。圧をかけてたんかな。うん、で。どうもだから。奥さんはいなかったから、家で待ってて、ご飯の用意とかしてはったんかな。うん、ちょっと。 あの時計見る頻度増えてる <laughs>。なと思ったよりちょっと長いな。思ったよりちょっと長いな。っていう感じだったんですよ。<laughs> <laughs> 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 まだチークゲームやるか。<laughs> まだゴミ分けるかみたいな。で、あの子供ら無邪気やから。うん、まあまあ楽しんでたね。うん で、ほなね言って、別れて。で、別れたと別れた時にね、また遊んでや、みたいなことを言うてたんですよ。その、あの、ベイヤーとこのお子さんお二人は、ああ、だから小学校1年生と1歳かな。で、うちの娘その間で5歳っていう感じで、また遊んでや、って。で、まあ家も近いなって話になったから。で、別れて。で、駐車場の方行ってたら、そのうちの娘がね、次いつ遊べるのと。もう仲良くなってもうたよな次いつやと。まあまあ、まあベイヤーの都合もあるから。いや、いつなの 必要に聞いてくるえ、来週なのそれとももっと近いのと。いやいや、まあ、来週、来週のは、予定あるやろ、そゃ米安も、みたいな話をしてたんですけど、なかなか必要に聞いてくるんですよ、娘が。しゃあないなと思って、米安に LINE も交換してたん米安、の、明日会いてへんか。 いや明日開いてんかてて連日連 <laughs> 日開いてましたええ人やなもうええ人やで先生の <うん S 1> あの家の近所の公園行きますって <うん S 1> それはさすがに気使われすぎいや,いやそれは米安の近所の公園行くわーって何時から行くー言ってうて、ん 朝から行けたんですけど、ちょっと気遣ってね。朝から行ったらね。<laughs> うん、<laughs> で、あの、あじゃあ昼からにしようか。ご飯食べてからにしようか。はいはい、で、ベイ、うんまあ、アンのの近くの公園行って。結構ずーっと、それもね、2時間 2> えなで、うん、遊んで。うん なかなかないですよ、こんな。質ん。必要に追いかけ回してくる。家族ぐるみでこ追いかけ回してくるパーソナリティ。まあまあ。パーソナリティ側からね。側からグイーってやっていい子を利用してるという子いいじゃないですか。ちょっと怖い感じで言うのや次は誰かな次はどのリスナーの家族かな怖いわ。それで、でね、結構2時間ぐらい公園で遊んでたんかな。 うん、で、遊んでて、で、その日ね、日曜日は天気予報で3時くらいから結構まあ、京都は雨降るとなって、天気もちょっと、ああ、これ、雲がもう雨降るな、みたいな感じになってきて、ベイヤーは、あ雨降ってくるな、みたいな、もう帰らない。なんでちょっとうれしい, <laughs> い,やいや安どの表情。ちょっとね、安どの表情を浮かべて、ベイヤーとしてはね、ああ。 雨降るな、みたいな。盛んに言うんですよ、ベイヤは。めぐみ、めみだ。あの、先生、あの、今日雨降るみたいですね、みたいなね。ああ、そうかな。案外降らへんのちゃう今年案外雨言ってても降らへんねとか言いながらちょっと引っ張ってたんですけど。怖いな、なんか。ほんで、ほな、あもうそろそろ2時間ぐらい遊んでたから、ほなもうな、解散しようかっていう話をしてたら、その前の日からね、そのうちの娘に、 氷食べに行く約束をしてたんほ土曜日に行こう言てたけど、その、かと落北行くから、そうそうそう、子供って覚えてるんですよ、覚えてるよ、嘘つくと。だから、そのじゃあ、明日ねって言ってた、え、かき氷はってこの前言い出したんですよ、ああ、そうやな、そうやな、言ってたな、じゃあ行こうか、言うて、いや、その、米ーやの子供と一緒に行きたいなるほど、いいな、仲良くなって、子供たちは。これはまたね どこまでくのそれなりに距離あるんじゃないのそれなりに距離あんねん。で、あの、ベイヤン、かき氷いかへんか。なんだその、指示出されて、君が交渉に当たるよな。ベイヤン、かき氷、かき氷食べたやろ、言うて、娘、かき氷の口なってるやろ。もう落語みたいになってる。今のね、かき氷が、僕ら食べたね、それこそ昔のみ店のかき氷とかじゃないんですよ。なんていうの、シャキシャキしたかき氷。あるんですよ。 ワわふわの雪みたいな。ワわフわの、そうそう、雪みたいな。多いじゃないですか、最近、そういう。練乳を削ったやないですか。そうそうそう、そうそう、そういう感じのがあるから、あ、行かへんか、って。まあ、その、上の子が食いついてくれるわけですよ。ベイアの、あ、行きたい、行きたい、行きたい、とか。ベアが、えみたいな。だけか、どうも気持ちにずれを感じるね。ほんで、それベアの家の近くで、 公園で遊んでたから僕はちょっと自転車でしばらくこいでそこに行ってたわけですよベイヤンは歩いてきてたんですよでも今度はそのかき氷屋さんはうちの近くなんですよちょっと距離遠いちょっと距離あるどうやって移動するベイヤンベイヤンどうするちょっと歩けへんわなみたいなそうですよね車出しましょうかってうわ い,いったん先生おうち帰ってもらってで30分後に迎えに行きますから、うんでえー、先生もあの。 ねふフキちゃんも汗かいてるから、ちょっとシャワー浴びて、そのタイミングで迎えに行きます。相手の成熟度が高いな、これ。ヤンそうしてくれるか。乗っかるんですかすごいね、これ。厚かましいというか、なんというか。で、家帰って、舞台でシャワー浴びて、娘に。もう言う通りやってるわ。身をきれいにして。ヤンくるくる言うて、米安くる言うで、家族はもうシャワー浴びる時間もなく、もう汗、汗まみれで、泥まみれで来てました。 トちゃいいよ。トロいろんなことない。もう、下の一世の子もう疲れ果てて寝てると。そうああ、そんで、上野も来てくれて、迎えに来てくれて、でかき氷行って。っていうね、ありがとうね、べえやんっていうね。素晴らしいサービスいやいや、やっぱりラジオやっててよかった。ほんまに。ほどほどにせえよ。ほどほどにせえよっていうことで、ね今年は芸音祭りも、五山の送り火もあるということで、一曲聴いていただきましょうか。で 夏祭り水曜ロウでしょうこちらは映画や本を法的に解説したりしなかったりそんなコーナーなんですけども、はい、今週紹介する本は。はい 私のセッチョって言わなためですけどお手盛り企画しかもまだ発売まで随分時間あるんですけれどもいつまでこれ引っ張るわけですよ引りますよこれは予想でバテるんちゃうかなり予想。長いっすよ3歳ボックスから発売されます7月15日発売と言ってたんですけれども初0らしいですわアマゾン20やった いいろろって言うんですか地域によってちゃうらしいんですよ、うんうん、都市部東京は山菜ボックスに近い東京は15日ぐらいから並び始めるかもしれん、えーうん、でも一般的にはまあこの関西圏だと7月20日ぐらいかなっていうことらしくて「ラジオと憲法」はい、はい、発売になりますうん、うん、楽しみですね注のねも,もっと盛り上げてくださいもう岸、うん、感がちょっと <laughs> もうやってるよ。だから俺個人的にもプロモーションしてんねんけしてください。あなたに対しても、あの、いろいろツイッターであり、僕もフェイスブックであり、あっ、インスタグラムでもやりや。インスタもやってらっしゃるんですか。インスタもやってますよ。ハヌありますあじゃあ、それいいね、ちゃんとついてるしほんまですか、はい、そうなんですよ。そのね、はい、あの、先週も告知させてもらいましたけれども、うん、ラジオと憲法観光記念、隅田隆兵。はい 先生ってこれ読んでもらわないと答えに自分で「隅田隆平先生」とか「隅田隆平先生文豪隅田隆平先生トークショーサイン会」ということで7月18日月曜日海の日13時よりイオンモール京都桜館4階トホールで。 行われます。はい、こちらがね、定員選着100名様。すごいなぁ。はい。募集はしてるんですか。募集してますよ。もうね、あの40何人かいはい。<ー>はい、半分ぐらい。あご予約いただいてて、い<ー>けるかどうかわかんないですね。ベヤ予約してるそうです。ベヤも。<laughs> 密な関係やね。<laughs> いつかったんかなあれ一 <laughs> <laughs> 日目と二日目の間でしてくれたんじ <laughs> ゃう日うかな <laughs> <laughs> 日曜日控えたら困るう明日かなまずいわ相手そうかもしれないですはいはいこちらはその大垣書店の、うん ホームページで、え、私もね、ツイッターで告知してますんで。その大垣、大垣書店のホームページに、うん、あの、は、このイベントの、ページがございまして。うん、で、専用申し込みフォームにて、ご予約をお願いします。で、参加にはラジオと憲法の書籍代金千五百四十円が。うん 必要になるんですけれども、うん、申し込み期限は2022年、えー、7月17日だからイベント前日ですね<ー>、はい、7月17日日曜日の23時59分までということで、えー、でも100人になったらもう締め切っちゃうわけですよね。でねであの カードで決済しなあかんのかな、うん、事前に。だからそれでちょっと、はい、あの、お困りの人が、あの、うん、お問い合わせとかあったんですけれども、うん、個別にですね、これ、あの、うん、大垣書店のイオンモールの、そのページにも、メールの問い合わせ、うん、え、ところがありますし、電話番号言っときますと、お 大垣書店イオンモール京都店、075-692-3331、うん。075-692-3331、えー。<の>こちらのよちょっと、あの、分からんことあったらお問い合わせいただければと。取り置きをしとってくださいとか、<り>お金で払いますとか。あの、ちょっとその辺のこともね、相談いただあの、相談していただくのは、まあ、うんうん 大書店こっちは何も言われそそんなちょっとリスナーと距離が置きんでぐいぐいぐがなっていう追いかけ回すがなってこれ今も40何人ご予約た頂いてるのかなと思うんですけどただねこういうイベント昔もね日本放送のポッドキャストのイベントとかある時も最初ね調子いいんだけどちょっと停滞するタイミングがあるんですよねでまた伸びていくっていうようなんかあるんですけども。 あのちなみにお二人はまあちょっとね三連休やしなえテルエ先生ご家族何人家族でしたいやいや学校しようとするんだってね四今でも四十何人かな五人え五冊買わないか全部買わないそうか一人一冊買えじゃお子さんさん二人でしょねえお子さんさん日本で奥さんでしょえそれと別あのテルエ先生の兄弟四人兄弟そこまで ほんでまだ結婚もされてるんですよ。いやいや、一族、老棟でこいちゅうんで、大谷も三人兄弟だやったよな。三人兄弟よ、多いな、むちゃくちゃ、ここだいぶ勝つね。ほんまに、うちのね、お母さんが、はい、お母さんの勝子が心配してるんですよ、私も行かなあかんのかと、れ行かなあかんのちゃうから言うへん言て、心配してる勝子が。 お父ちゃんエントリーしてんじゃん。お父ちゃんはね、ほっといてもしょうがない。40分の1、もう入ってんじゃん、お父さでもね、お父さん、お父ちゃんは、そのカードの決済とか過剰にね、怖がるんですよ。情報抜き取られるみたいな。今、なんかすごい、その狭間で揺れ動いてるんですよ。<ー>情報抜き取られるのと、<laughs> うん、竜兵かわいいの。<laughs> 電話してる。<laughs> どうしたらええみたいな。<laughs> ほんまに。はい もうね、うちの親も1945年生まれ昭和20年生まれですよ勝子と名付けられたんですよ4月生まれでだから大本営発表をおじいちゃんの辰之助が真に受けて勝子と名付けたんですよその77歳の母親が私行かなあかんのかと心配している状況なんとかリスナーの方皆さん心配いらんってそんな。 申し込みいただければね。ね、はい。し、ね、塩田さんファンが。そうなんですよ。あのこのね、イベントのページ見ていただいたらわかると思うんですけど、大垣書店がね、めっちゃ塩田さんにこいつ言てます。なんかちょっとね、あのあの塩田さんが。あの隅の声の塩田けしが書いてます。いや、まあ音声はそうじゃなかった普通の文字やった。いや文字ですけど、あの。まあ多分そういう。文字騙し絵の木馬のみたいな塩田けしがってうね。ラジオと憲法。 そういう感じですよね、いうもんみたいになってますからね、こっちはね、それでもいいじゃないですか、潮田さんも来てくださるということで、皆さんぜひご参加いただければ、この本の費用がいるわけですよ、1400円と消費税、その日、イベント来るとき、交通費もいりますわ、そこでフードコートで何か食べようかみたいなことも。としてね 千五百円やった、円チャン。でも、いろいろね、あの、まあ、そこでしか喋れへんような話も。あ、でも、そっか、公開収録する。流すや。だから、流す部分と、やっぱり、それそれ以外の部分もありますよ。そら。ああ、ああ、ああ、そういう話もしようかなと思っておりますので。えね、あの、表紙も。届きまして。はい。はい。そうなんですよ。かっこいいじゃないか。ね、ツイッターの方でも、私も写真をアップしたんですけれども。ラジオと憲法、なかなかシックなね、デザインで。 んそう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 、天秤持った女神が、このね、天秤が、ラジオのラジオと六方が、天秤の左右の天秤がね、それぞれ乗ってるという形になってるんですけれども、まあ表紙を使わせてもらったのが、この番組で10年ぶりに共演なさった竹内義和先生と北野誠さんの写真。いい感じに収まってんな、写真が綺麗に。 そうですね。ほんで、このね、えサブの方に、うっすら放送作家のうのィが、うっすら映り込んでます。うっすら映り込んでます。ご本人もなんかツイートしてました。うっすら映り込んでますね。はい。っていうような状況でして。いや、嬉しいですね。こういう、あの、まだちょっとね、考慮前で、あと一作業いるんですけれども。調子者やもんね。考慮とか言いたいわ。ねあの、あんまり、その、 ゲラとか、高漁とか、僕ら使わない言葉だから。えっ、本出したことない同級生同い年。一切な。出したことない。単調出したことない。しばらく調子に乗っとるわ、これは。出したことない。いや、大変やったね、ほな。出版記念イベントもやったことない。ないですよ。ほんでね、この帯が、塩田さんですよ。うん。まあ、ちょっとね、まあ。その 神岡龍太郎に例えられてるんですかこんなん京都出身の人間からしたこんなありがたい言葉ないですよ、本当に。で、皆さん見ていただいて、ちょっと自分で言うの恥ずかしいぐらい褒めていただいてるんで、でねこの帯の裏は今、ツイッターではアップしなかったかな、私がこの本で取り上げてる人の一部を。 う有録的なそうなんですよこういうロ録とはいうものの1回あったけいの人が3名ほど4人かな島田紳介オール巨人明石家さんまおおすごいエムカク横に来たその順番はどういうことですかお笑いビッグーじゃないですか確かにね取材受けたからのま田浩二 北野竹内義一水藤井フミヤナインティナイン杉作ジェイ太郎スーパー笹団子マシン<う>棚橋宏<う>長州力大竹誠常盤貴子と。<う> っ一回っやんさも一回しか会ったことないな <laughs> ったこいさんまさん<ー>でフミヤさんもそうでしょナインティナインのお二人もそうやし超久しぶね,やね <laughs> 大竹真子さんもそうやわ、うん、もうこの 世界を広げますよ、この薄い、薄い設定を。広げて広げてという。はい。やってるわけですけれども。でね、ここは、元漫才師の弁護士が出会った芸人作家、歌手女優、裁判官にプロレスラー、大スターから姿勢の鬼人まで、ラジオが引き寄せた奇跡の開口を描く人間山脈という帯にね、これは山菜ブックス側が書いてくれてるんだけども、この帯見ると、 大スターから姿勢の基準までって、うん。 エムカクさんは姿勢の鬼人呼ばわりしてるようだ、ね、っていうことだよねその、その中の誰が姿勢の基人かって言ったら、多分エムカクさん <laughs> やあの、これは帯に名前使ったのがムカクさんだけで、他にも姿勢の基人が、はい、この本には載っておりますから、エムカクさん、これ、聞いてくださってるんですけど、<laughs> でも、エムカクさん、すごいよ、この7月、さんまさんの誕生日の月ですよ、すよねはい、7月1日で、ねはい、何年か前は、その59回目の誕生日を勝手に祝う会とか、はいね、お二人もお客さんに来てもらってましたけど、とかやってて。 だから今年も7月に<い>まあそういうまたあの会をやりませんかと「うん、浜まぐ門の園芸<う>ロマン会として出たいんやけども、うん、そのちゃんとしたやっぱり研究発表をしたいから今年は新しい新たな研究発表っていうのがちょっと提供できる自信がないからっていうそういう低調なう、うん、そういうお土産がないと、うん、ちゃんとそういうネタ新しいネタを持ってこんと、うん、ちょっと。 お断りしますとう、まあ、道者だ、ね、やややねねっぱね、うん、お答ええどうででしたいや時間でなんかエピソーードトークな、うん、ないいすかわ考えろみません、脅してましたもんね。<laughs> 言うてる前に2時間たって。 いや M 角さんもえこの本はね、ほんまにね、エムカクさんをこんだけ詳しく書いてる本ないですよ、はっきり言うて。人物伝、そうです、そうです、うん、でもうたっぷり書いてますんで、うん、でこれねあの、いろいろ考えてるんですよ、うんあの、リスナーの皆さんにも一緒にね、うんあの、考えていただきたいんですよ、この本を売るために、どうしたらいいかっていうのをね。 例えばあの、どういう人に検本してね、うん、引っかかって、広めてくれたら、本って売れるんやろかというのが、何分ね、初めての経験なんでそうやね、なんか、うん、バズるっていうやつ、だからね、<な>本で取り上げてる方には、うんはい、送ろうと思ってるんですよ。 と、と、ときたかこさんも起き、送りつけられるわけです。<laughs> これもね、送り付け商法ですよ。私のことどう書いてんの<笑><笑>誰なの <laughs> あの面接のあの一瞬やから。<laughs> 一瞬をこんだけ引っ張る <laughs> 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 しかもこの本ね、うん、えー、芸人の賞。はい ラジオの章プロレスの章本の章家族のでこの5章で構成してるんですけれども、常盤孝子さんのエピソードは、家族の章にどういうこと私が出たドラマが、グッドワイフやから、なるほど。なるほど、ちゃいますね。言葉の引っかかりが、その援護というか困りますかね、送りつけられたら、これ。どないしたら、あこいつこれクーリングオフなんかできへんのか、みたいな。なんか法律変わったのちゃうのみたいな。いや、お金を請求せんかったらえええや いいとかせんわけですねだから、そういうの送っていこうかなと、取り上げてない方でも、ラジオにまつわる方には呼んでほしい。ああ、東野さん。書籍をやっぱり紹介してないはい。東野さん、言っとったらんちゃおうかな。私もね、正義の味方、何回か出てた時期あったんですよ。何回かね 出てた時期あっの知らんと出ててあれって思ってあれちょっとちょっとあんまり出んとこかなそのせっかくね吉本がそういうのをやってくれてたのにいやちょっと申し訳ないんですけどちょっとまあいろんな考え方あっていいと思うんだけれどもちょっと私はちょっとテイストがテイストがみたいなことをマネージャーに言うたらそのマネージャーがそのね曲の人に言うてくださったんでしょうね「県内をに言うてください」やみたいな話してたら「休みだ」 あの土曜日は裁判が入ってまして <laughs> <laughs> 裁判所閉まっとるっ嘘ついて断った人みたいな嘘ついて断った人ね<ー> <laughs> 東野さんとかもね読んでいただいて嬉しいですけどね。本を紹介してくれる人やからね、あその時にご一緒何回かした時に私が塩田さんの本の解説書いててだからその時は本をお渡ししてとかしてたんですけどだかにどなたがいらっしゃいますかね、そううい本といえば。 もう <laughs> もうないない。いや東野さんいいと思いますよ。わ <laughs> かる。そうはねまあお送りしましょうか。うん、あとだからその本当に、うん、今はどういう人なんですかね。<ー>どういう人に。でもだから、まあ、あのこの間の、うん、あの鈴木すずみさんはもしかして<ー>あの芥川賞を取りはるかもしれない。 海の海を引っとされてのそこにかぶせていったらどうですかね乗っかるんですか乗っかっちゃえば鈴見さんに一回しか会ってへんのにでもねお送りしようとは思ってますそれははいはい知らん人もいったそうです知らん人にもそういうダメ元で呼んでくださってああ若林さん本ラジオの本好きもうラジオの横綱ですわはい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  送りましょう。<laughs> 送りましょう。呼ぶかな。<laughs> 引っかかりがないじゃないですか向こうに。うただねこのオールナイトニッポン R をやってる時に、オードリーのオールナイトニッポンの後に R をやってる時期がある、うんうんあ。なるほど,るほど。じゃあかか引っかかるね。でね逆に引っかかる。なんかの、ね、スクール革命やったかな。うんうん、日程の番組でご一緒した時に、うん、そのねだから生でやってるじゃないですか。うん 1時3時でねオードリーの「オナイトニッポン」がほんでその後 R」で僕は録音やったんですほとんどやったんやけどもそのオープニングとか聞いてくれてたみたいで春日さん言われた時ありましたあの法律解説面白いですねみたいなあじゃあ引っかかってるじゃないですか行こうか行こう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 かじゃああと誰やラジオラジオの人に送るべきですねはい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 さん い <laughs> なそこ引っかかりあるんですか <laughs>、うん、いやもうでもね、あの、もうラジオの人に、うん、もう送り付け商法でいきましょうよ。<ー>うん、やっぱ引っかかるんかね、ラジオの人には。そういう内容になってますかなってるかよ。<laughs> いやー。 浜村先生、浜村ジョンと、特設主やってもいるしね。そうです。年賀状いつもありますから。いつもに通来ますから。全部紹介してくれるかもしれない。中身を。中身を。浜村口頭で全部言ってくるかもしれない。とか。うんね、よかったね。誰や、そんなあんま知らんでも。あ、でもね、あの大竹ま子さんのことを書いてるんで、ゴールデンラジオとかに送りしてね、と思ってるんですよ。はいはいはい。 で、さんまさんのことも、<わ>でもさんまさんのことを書いてるというよりも、M 格さんのこと書いてるんですよ <laughs>。M 格家の、こう、え、望遠で。M 格さん越しのさんまさんのことをこんだけ書いてる方がないと思うんですよ。<laughs> <laughs> M 格さん越しのね。そうやな。うん。でもまあまあ。びっくりするな、さんまさん、これ届いたら。うん。 ほとんど M の話じゃないか <laughs> <laughs> もう1回だけその点に「そさ、うん私ま御殿」に出しましたもうだから十何年前ですよ、うん、その1回きりですよ、うん、接点がだから巨人賞とかダカ賞は、うん、あは写真をちょっと本で使わせてもらってるんで、うん、その「うん 承諾をやるために連絡したときに、できたら持って行きますんでっ皆さん、す快諾してくださって嬉しいですね、そんなへんわうわ、使って使ってみたいなっていうことなんですけれども、あとは書店でちゃんとポップアップしてもらうということも大そうし、やっぱり書店の人が押してもらえるような状況をね。 コミュニケーションに行ってこれ出ましたいうてキノクニアとかでやらないやそういうことした方がいいですよね本人があであのサイン変えていいですかみたいなことをやったり無限にはせえへんやろそれははぁええって怖いな塩田さん連れて行くか流石なんだその用心棒連れて行く感覚流石に塩田さんとベイヤに怒られるほんまに 一曲いきましょうか。はい。はい。大谷くんがここは。はい,はい。え、誰の曲ですか。はいえー、はい。じゃあそしたらミスターチルドレン <laughs> な,なんでミスターチルドレンですか。<laughs> あ、そこまで聞いてくれるんですか。いはいはい。あのミスターチルドレンのライブがね、あのー、ありまして。はい これ、えーと、ヤンマースタジアム長居で、はいはいはい、30周年記念のもう、あのー、ライブツアーの最終日に、本当に普通に僕、めったにそんなチケットなんか取らないんですけど、うんうん、プラチナチケットです、あのー、当たったんで、とってきました、うん、<ー>それってすごい倍率ちゃうそれがね、うんあの、だから僕、も、えー、ともとなんですかね、ドームツアーみたいなのがあって。うんはい それ申し込んで外れて、最後になんかスタジアムでやるのがありますって言って、土日、最後来ますって言って、土日両方とも申し込んでたんですよ。で、それが行こうと思って、楽しみにしてたんですけど、土日両方申し込んでしまったがために、土曜日の外れたのを、メールを見て、ああ、やっぱこういうのって外れるもんなんやなと思って、その日曜日も外れたと思い込んでたら、その日曜日のほう、当たってたんですよ。 申し込み期限過ぎてしもうて流しちゃったんですよ、うわうーと思って、俺、すっちゃったのにと思って、なんなんと思ってて、なんかもう一回、追加抽選みたいなのがありますっていうのが来て、一応、申し込んどっかと思って申し込んだら、そっち、もういっぱい当たって、すごいね。 付き合い長いけど、20年来の付き合い初耳やな、君、音楽、興味なさそうだから、そんな話しない、反省してたやんか、友達のこと、あんまちゃんと知らんそうですね、私が休んでね、長谷川君と3人でやってもらった時にに、いろいろ曲流して、思い出語ってる時に、俺は知らなすぎる、反省してましたけど、いやいやいや、まあまあ、ミスチル好きやってんや、でも、僕、初めてですよ、もう本当にミスチルに行く のも初めてだでも僕らの世代多いと思うんです、ミスチル好きやとか、でもさっきね、話してて、僕、ほんまにね、ミスチル、聞いたら分かるんですよ、あミスチルやろ、これというのは分かるんですけど、そのミスチルの曲を能動的に聞いたことが、僕はもう逆にもう、最近ちょっと CD を買うという習慣がなくなっちゃいましたけども、まあ。 若い頃は大学生ぐらいまでも出たらその日に買うみたいなそういうイメージですよそういう話してやそれなりに僕「えとか言うで言わへんそんな今も初めミッシュルー」みたいな怒ってたやんちょっといやいやだからその話を曲紹介の前に「はいんか秘匿されしてや」って言うてたのに「えみたいになってるから 言うてたやないか、みたいなね。いやいや、この番組ね、いつもね、その、まあ、あの、それがスタイルなのか知らないけど、あの、曲言っといて関連付けときながら、一切そのことに触れないこと、多すぎるのよ。そこはね、やっぱりその、なんていうか、余白というか、想像してほしいなと思ってるんでしやっぱそういうことかなと思って、触れないのかなと思ってたんですよ。はい、どうぞ。ミスターチルドレンで終わりなき旅。 世の中いろいろトラブル続き丸い隅だが四角く未解決生活笑えないやかおぉーちょっと鳴るか <laughs> いやーなかなかええ感じじゃないですかテロエセロンなんか二角師匠が蘇ったみたいですよ、えーえー、まあですか来年洋食ついてもこれやりたくなるんちゃいます <laughs> <laughs> このタイトルコールこのコーナーのタイトルコールやりたくなるんじゃないですか、えー <laughs> はい、メーールいいただいてますすす、よ、はい、バーガーママ、はい大阪、大阪女性ででね、はい、30代の方です墨田先生、こんばんばは、はい、今が旬の作家さんを招いての文芸ロマン界も、うん、芸人さんや芸人さんを研究されてる方の園芸ロマン界も大好きですがカミソリ負け弁護団や香川照江先生を招いての社会で起きたニュースを法的視点から検証するリーガルバラエティー界も大好きなので。ね 今回の放送も楽ししみにしています。めちゃめちゃそのカミソリ巻き弁護士軍団と氷川照英も分けてますね分けてはりますねのけ分けては、ね、分てはりますね分けてはりまさて、はい、私の職場がある尼崎市で、はい、先日大量の個人情報が詰まった USB メモリが紛失した騒動がありました、うんはい、見つかってよかったのですが私も就業時間内に終わらか終わらなかった仕事を家でやろうと顧客データの入ったパソコンを持って帰ること ありますかうっかり途中で立ち寄った飲食店や駅のトイレに忘れてしまいかけたことがあっただけに他人ごとに思えません,んもし紛失してしまった場合法的な損、えー、損害賠償責任などを負わなければならないのでしょうかうん弁護士の先生方も依頼人のデータや裁判の書類など大切な情報を持ち歩くことが多いと思われますが紛失ないように特別気を使われていることは悪いでしょうかぜひあれば 参考にさせてくださいということで尼崎全市民部のうち僕は尼崎僕は今は違いますけどね大谷はミスチル好きらしいとかそういうことまで僕すら知らんかったそれは乗ってませその USB 入ってたかもしれないそそううかかかだら実家の尼崎やもんな そはいだからうちのすごいよなその1人で全部を持ってたっていうのもねしかもだから尼崎から委託されたまたうんでしょ実際はそうやったらしい実際はそうやったようなねけのそう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 でもこのねなくした人うっかりしすぎでしょそのね酒飲んで かつ寝てまわはったんでしょどうやらそういう話で寝てまわはってほんでそしたらかばんない言うて見えない大事なもん入ってたって言うてなんかどれか一個でしょ全部重ならないでしょなんかそれってそのねちょうど自分がね 長崎の全市民のデータをが入った USB 持ってるときにそれ来ないでしょ普通はねふたざけをするというやっぱ緊張感もねあるからそんなにせえへんやろしなうん、うん、なかなかのななかなかのうっかりしすぎでしょうんほんまにねうっかりはう うっかり始めて、案外うっかりしないですよね。ね。割と頼りになる。頼りにリアルうっかりですよね。ほんまに。気の毒やけど。な、もうほんまに、気も冷やしたと思うから。ええ、でも、気の毒言うたら、ダメなんちゃいます。うん、確かに、責任はでかいよ。僕はでもね、思ってた、この人ね、だから酔っ払って、寝てもうた。で、起きたら、あらへんっていう状況なわけでしょ。う そういう人やから、うん、そもそも持って変節を唱えてたんですよ。<ー>そんな人ね。うっかり持って、もうそもそも持ってませんでした。うん、持ってませんでしたとか、<laughs> あるいはメガネどこやよって、この頭に置いてるときとかあるじゃないですか。なんかそういう感じの。<laughs> 持ちながら <laughs> 持ちながら、その内ポケットに入ってたみたいな。 そんな感じかな。うんまあ、そうでもなかったですよね。でも、その見つかる過程も。<laughs> あの、おそらく、一日なんか休んで、<laughs> その日一生懸命探したけど、見つからなくて、発表したんだけど。<ー>結局、その携帯電話の。お GPS で、それ、その日にやっとったらよかったんやんけども、そこもまた一回うっかりしてはるよね、<laughs> <そ>思いつかなかった、それがね、パニックってて、ほんで、だからその携帯も入れてはったんでしょ、スマホかなんかを、ののかばんのような、すべて意識を、全財産を一個ドーンと、ドーんと、その状況であの探しちゃったわけでしょ、なんも自分もて、ほんなんか、その警察犬みたいな、もう身一つだったわけでしょ、この、多分、嗅覚だけでこう。 ねえ <laughs> 分からんけどね。で、結局、団に取られたわけでもなかったんですか、これなんか、そ、うんまあ、らくね、そういう状況からすると、うん、そのかの中に携帯も、その USB メモリも入ってて、はいはい、それで見つかったっっていうそのま,ま見つかったという、ね。いで、自分がその酔っ払って、どういう経路でね、帰ってたかってて、行って帰ったかいうことすらも。うんうん あんまりはっきは覚えてなかったんでしょ、うんで、なんとなくこうちゃうかみたいなんで、うん、行ったら GPS と照らし合わせて一体ぐるぐる回ってなんか警察30人と捜索してたんで、うん、ね、うん、でそしたら見つかってっていうね、これあの法、法的な賠償責任とかってなった場合って。うんうん 例えばまあ考えられるのはその尼崎市民、うんうん、大谷君の、はいね、うちの父親母親、うんうん、怒ってるでしょう、うん、ちょっとまあそれそのから怒ってないからちょっとどれくらい怒ってはるかわからへんけどもうそれはもう大う,うでまあそうやしさこんな番組やってるなんでその探究心がないんの親にね聞くという、うん、どうやとかやって大丈夫かとか。 僕が悪いみたいなや言って、るんですもこれね、賠償宣言だったあのに、私の地元、宇治でも、ずいぶん前ですけど、その情報が漏れたいうのがあったんですよ。それは確か委託先の人が、まあ、こで、業者に打ったんかなみたいなんで、時あったんですよね。その時は市民から 市も訴えられて、そのね、使用者責任みたいな形で責任を、だから委託してるからっていうことで、使用者責任というのは、会社が、その従業員が事故、例えばね、うん、あの仕事中に事故を起こしたときに、会社が責任を負うみたいな、その人を使って利益を得てるんやから、はいはい、報奨責任のやつですよ。はいはいはい だから利益を受けてるもんが、その損害についても負担すべしっていうので、そういう理屈で委託してたしも責任を抑えたかなんかみたいなのあるんですけど、この場合っていうのが、言ったら、大谷君のお父さん、お母さんにしても、うわ、どうしよう、情報漏れたらどうしようっていう危惧感、不安感で、実際だから、流出したわけではないっていう時まで市民は言えるんですかね、損害、うわ、うわ、心配っていう、そう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 。 そこのほんまに何でしょうなんその不安感とかっていうのが損害として観念できるのかななかったけう無事のやつも一人一人が、はい、あのまあそれはほんまにじゅ情報が流出したっていう、ねうん、そういう損害が発生してるけどもそれをお金にしたら一人一万とかなはい、はい、そんな。 そんな他の医者料はね認められてんのそうやからって考えると民間の企業のもあったなそんな一枚ありますよね。一人はだからでなった時に今回の場合だからその市民一人一人っていうのはなかなかどうなんやろうだからそういうなんか言うていく部分には主張する人もいるかなと思うんですけど実際裁判になった時どうなんかなっていうそんな不安感そんなものを損害と捉えるかっていうねねまあねあのとその認められてるのもおそらく医者料ではあるからあ。 とまあ、精神的な損害なんだけど、だけど、やっぱりちょっと完全に漏れた場合と、うん、と漏れてはいない、ぎりぎり止まった場合とはやっぱ違うんでしょうなとは思すねそうなんですよ、だからその損害、ね、この,あのバーガーママさんは、あの損害賠償責任が、うん、あ負わなければならないのでしょうかって言ってるんですけど、うん、そ損害賠償責任というのは、そういう、ねえー、だから、こうやったら何になるんだ、不法行為というような形になるんですかね。うとかで、えー その行為によって今回のうっかり8名ね、うん、リアルうっかり8名の <laughs> うっかり USB <laughs> うまいこと言うな <laughs> 今日読んどいてよかったわ、ね、令和の, <laughs>、はい、そのうっかり USB のう,う,うっかり USB を使ってかわいそうなってきたかり USB を使ってまあ利益を受けてた例えば 尼崎市に言うていくっていう時に、だからそれも,でも難しいですよね、うん、あの尼崎にその報奨責任ですよ、使って、その人を使って利益を得てたでしょっていうには、勝手に委託してたわけでしょ、うん、この再々委託とかは、そこ、うん、はだから言っていけないかな、仮、うんまあ、に言っていけたとしても、だからその行為によって損害が発生して、うん、で行為と損害の間に因果関係っていうのが、原因と結果の関係がないと認められないんで。うんうん ね、だから損害があるのかっていうことになりますよね、だから、そから市民はその部分、難しいと思うんですけど、例えば、この委託先が再委託先にまた勝手に前してて、うんで、その時に、うん <coughs>、委託先のところからしたら、もう会社の名前出ちゃってたじゃないですか。という意味でこれそう、多分おそらく、いろんな自治体から、こういう委託されてるんだと思うんですよ、こういうのってね、そ,そうちゃいます まあいろいろ損害今後発生したときに、うん、じゃあこの自分らが委託した、この、うんうん、え、なんでしたっけ <laughs> <laughs> の、とか、その会社とかに、い、うんはい、損害とか、まあそれもまた因果関係とか問題になるんでしょうね、はい、そ,うそれが原因で減ったのかどうかとか、なんか、いろいろだからそういう、誰が誰、誰これ、面白いですよね、だからそう考えたら。うん、損害 賠償責任とか、誰が誰との関係で負うのかとか、うん、当事者が多いから、登場人物がね。 契約してたらその一対一の関係やけども関係なくなっちゃうと契約がないとこだと不法行為になるっていうこのね仕分けをしない契約責任契約しててその契約で債務を負っててそれを債務不履行での損害賠償っていうパターンと損害賠償請求というのはあとはその全く契約関係ない交通事故みたいな全く見ず知らずの人の間で起こったそういう不法行為っていうのがあって。そうですよねだから その尼崎市もねそのうっかり USB とはまあ契約関係はないわけですよ、ねうん、だから、それしかも勝手にっと再々委託されたとしたら、本当に尼崎市に責任があるのかって、微妙なこ、ね、から難しいと思いますよ、うん、そこは。 うん、だから契約責任を負って間でいろんな訴訟が可能性あるよね。ねえ、そういうのが発生する可能性はありますよね。でも、その裁判だったらいろいろ争いのない事実ということをまず認定するじゃないですか。で、争点を、まあ、適時して、はいで、その争点に関する裁判所の判断ってなるんですけども、うん、まず最初に出てくる争いのない事実は、 うっっかりしてるってる <laughs> そこはもう、そこは発表したわけですからね、あのー、うっかり USB を紛失しましたもね、争いのない、ね、でんでまた天崎氏もうっかりしてるわけでしょ、何桁みたいなパスワードを言ったわけでしょ、祝いでいえことを。うんうん ですねこのうっかりのミルフィーユみたいなえあんまりうまくない曲いきましょうかはいろジョージさんで「酒と魚と酒と酒」メール頂いておりますよ沖田虎丸さんいつもありがとうございます大阪は男性40代の方です俳優で弁護士でその上ラジオとラジオと憲法で作家デビューのすみだ先生こんばんはということであさっきねあの言い忘れてたんですけどそのね アマゾンでも当然、お買い上げいただけるんですけれども、うん、ちょっとね、今考えてるのが、うん、なんかね、アマゾンで同じタイミングで予約したら、はい、なんか順位上がるんですよね。うん、なんかそういう。うん、うん そういういやらしいこといいよな、いやらしいこと考えてる。そういう瞬間に、何時何分にやってほしいみたいなとかっていうのをね、ちょっとこ耳に挟んだんですよ。そういう操作、はいはい。こうシャルベージ操作、そういうそういう。だからあの。 またそういうのもね、このお願いするかもしれないんで、はははいいい、みんな買っていただきたいな、一回な。キャンセルせんでもいいと思うんですけど、どのタイミングがいいですかね、なんか、なんかあるんですよね、そういうのがあるみたいな話を。ピラうう話じじゃゃななないいんそのでもこれ、伝えれないじゃないですか、この僕のこの気持ちは、この作戦はどうやって伝えたらいいの みんな何時に買おうぐらいでいいんじゃないあのアマゾンがどうのとか言わずにいやあ、ね、だからそれこそそのであれですよあの、うん、食べログのねアルゴリズムがどうとかこうとかっていう話があってですねそう,そ,うそういうことするからアルゴリズムを言えないわけですよ <laughs> ああなるほどねあんまり言いにそわない <laughs> そんないらんねんみたいな顔してました、ね、俺はイエスマンが好きやね <laughs> いイエや,なや,つやイエスマンが好きや 塩田さん塩田さん大好き <laughs> 塩田さんめっちゃ塩田さんイエスマン言われてもかわいそうやと思うね塩田さんはイエスマンじゃないですよ塩田さんは塩、うんまあえてイエスを言ってくれてるというこの時はね、うん、ちょっとベヤーにラインショうベヤーに補いにとるなここの好きな 今週も科と背筋を伸ばして聞かせていただきます沖田虎丸さんのお目で戻りましたさて最近三重県の調律病院で男性職員の着服が発覚その額1億5000万円あなんかやってたわ僕散髪行った時にこのニュースやってました散髪で偉らい情報収集して散髪でだってなかなかその日のねワイドショーとか見る時間もないからうん 私の母校、洛西高校でもね、やったんですけど、そうですよ、5200万円横領事件という,うございまして、いろいろそれら大変ですね。うん、でもほんまにね、それを契機に、うん、なんかいろんな連絡取ってなかった先輩とかと、また連絡取るようになってる、うんで、<laughs> うん、<laughs> なんの人はその 1>, 1億5000万円を、うん、まあ着服してそのすべてをインターネットゲームの課金と<わ>アイドルのグッズやコンサートに使ったと申しております。すごいな 1> 1億5000万をうーん こういうの僕、あんまりやらないけど、使い出した、使えるんかな、すごい。で、この数年、同じようにコロナの助成金不正受給者がお金を全部使い込んだというニュースを聞きますが、うん、その言い訳で許してもらえるのでしょうか、いや、これ、許してもらえるんです、急転直下、変なこと言うとっ、<laughs> 許, <laughs> 許してもらえるのでしょうかね、どんな感覚で、トラマ丸さんは <laughs>、社会生活を。 許してもらうんじゃなくて、うん、よく前のね、うん、あのご掘り込みの時でも、もう使ってありませんっていうのは、そういう不当利得返還請求をされた時に、うん、今、返せへん理由を言うてるだけで、だからいいですよっていう話はないから、<laughs> うん、ねえ、うんあのじ、実は残っていても、そう言ってお、OK、けなことになっているのでしょうか。なるほど えー、墨田先生やゲストの他の弁護士の先生、うん、パーヤンが出動してたらパーヤン、はい、<laughs> 先生のことですよ <laughs> どうお考えかお聞かせいただけたらと思いますこ,こですけど、まあ、ねいや、うん、これはだからほんまにねその返せへん 言い訳でしかなくて、返せへんかったら、それこそやっぱり刑事責任負うしかつ、金額が大きければ実刑になりますし、まな徹底的に調べられるし、どう使ったかは、絶対に明るみには分からんやつあるとしても、詰められるのは間違いないよね、これ言っときゃ終わりっちゅうわけじゃないですよ。 ああそうかもうなんやほなほな弱いわってなんなんないですよ。ここに置いといたらバレへん方がね。余計情状悪なりますからねそれはね。単に今返せへんっていうだけの話でしかなくてうんうんうんっていうことなんですけれどもそうなんですよ。であのテレ生前ね言うてはった。 か収集生、事務所来るとか来年来るあ来年ですかね、今はまだ来てないでもね、の多分ね、そういう法律家も絶対ね、やっぱり、なんか後輩、だから今、研修中の人になるわけじゃないですか、司法収集生、我々も経験しましたけども、教えるってね、多分大事やなって思ったのが、この間、祇園か月のあるイベント行ってきまして、それがね、 あの大学生のお笑い、はいはい、今ね大学生の今、ねうん、流行っですよ。東京の方が、ねね、あの。 いるじゃなですかラランドですか上智のお笑いサークル出身とかですよね。そういうとこ増えてるんですよ、今。で、そういう中で関西の同社リ立命やったりとか、半大もいたかな、なんかそういういくつかの大学で、オーディションもあるんですかね。で、選ばれた人らがやるイベントがあったんですよ。僕はね、そういうイベントだと知らずに、ABC の沼田さんっていうお友達がいるんですけど、そのイベンあるイベントを見に行く に京都いるから会わへんか久しぶりに言うて「あいいですよ」ってでスミちゃんも「そのイベントも行くか」言われて「ああ中身見んとねああ行きます行きます空いてるか」って行ったそのイベントで正直それね最初「擬音かけ行ってその看板見て嘘ってた大学生のあれか大学生かとか思ったこれがねあ面白かったやっぱなそのね大学生のネタ自体も面白かったんですけどその そのイベントがようでですよ大学生が順番にネタをしていくんですよ。ネタをしていってでそれを芸人がいろいろコメントするんです m 1みたいな感じでコメントするんですけどそうコメントする人がパンクブーブーのパンクブーブーですよね。さささんん佐佐藤藤とあの人ですよ。 スーパ滝音のね、今滝の音と書いて「いや今達者ですよあの人突っ込みで達者じゃないですか s a s さんかな」。要はもう m 1準決勝とか残ってますよね全然滝音。でいろいろ関西でも賞取ってるんですけどかそうですねその人らが審査をするということなんですけどそのね最初は結構。 まあ、その芸人もどういうスタンスでそのゲあの大学生がネタやったあとコメントするかっていう躊躇うあったみたいなんですよ,はい、はい、あるよねるうんなんだけどだからそうボケるべきなのかどうなのかみたいな感じだったんですけど「バンクブーブーの佐藤さんがめっちゃ。 あの人、だから NSC で先生やってるの。理論派やねん、そうなんですよ。で、本当に的をいたそういう批評をしだしてから、他の人らが、だからあの人が一番先輩なのかな、これはそういうイベントなんやってなって、どんどん、その、ちゃんとマードのたけしさんとかにしても、そのタキオンのお二人にしても、もうね、やっぱりすごいな思いましたね、僕ら、ぼーっと見てるじゃないですか、漫才とかって。 こういう理屈があってやってるんや。ーーうん。例えばそのほんまにツッコミの一言フレーズをとっても、うんうん、あそこでこいつって、何しとんねんこいつって言うたでしょ。はい、でも、その設定としては川に落ちてる。で、だいぶ船が動いてますよね。うんうん、で、それを言ってるわけやから、距離あるから、あいつの方がええんちゃうかなとか、うん <laughs>。ほんまに。すごいな。で、なんかテンポ速くて、うん、で、まあまあ、 楽しそうで湧いてるんやけど、うん、なんか、なんか、なんかちゃうなぁとか思ったら、うんうん、そのほんまに言わはるんですよ、その、うん、あの、佐藤さんとかが。うんうん、いや、例、半、半テンポ <laughs>、うん。 早いんですよ。遅いとかだと分かるけど、早いっていうのはあんま意識しないじゃないですか。あ、そうか、早いから、なんかあれ、あれって、なんかしっくりこへん部分があったりとか。だから、そういうことを、ほんまにね、なんか、言語ができひんこと、はなんかそういうルールをちゃんと定式化して、そこに当てはめて、漫才してやってはんねや、みたいな。ほんで、言葉を本当に、ね、漫才は省略の文化やとか、しんすくさん言うてはりましたけど、そういう感じで、一言一句、 そ,そういう言葉を吟味してやってるんやとかいうのもね、あの滝女の s a s u k さんでてツッコミ、うん、フレーズ面白い人、あの人とかもすごかったですよ、だから、うん、あのツッコミの因数分解で言うととかいうんですよ、えー、<laughs> そういう、だから、ボケてんじゃないのってことは、だからそういうほんまに因数分解的なんで、くくったりしてるはずなんですよ。ななるほどな だからその学生はでも今の学生とか多分ねもう見る材料がいっぱいあるから、ね、確かに多分いろいろそのあの知識とかは増えてるんだけども、うん、そこをでもねやっぱりあの達者ですよねやっぱりその増えてるから、うんうん、ある程度定式化<や>定型化はしてるんやけどちゃんとそこのやっぱりプロとのはい、はい、なんだろうなこの大きな細かいニュアンスのとか、うん、コンマ何秒のそこの違いがはい、はいうん すごいあ、うん、そうやっててやってはんねやとか思ってやっぱりだからそういうふうに教えるとか指導するっていうことって大事なんちゃうんかなっていうふうに思いましたね。うんえー、ほんまにだからほんでこのイベントのねその名は、うんはい、それがね、えー、何組出たかな10組ぐらい出たんかなで途中からああそのもうどんどんじゃあ自分がどんだけ的確なアドバイスするかのコンテスト <laughs> <ー>今度は打っていくんですよね。 なんかすごい聞いてみたいな、その、評論で勝負するそうなんですよ。で、その中で、いや、滑舌がちょっと気になりましたって。いや、僕は滑舌は気にならなかった。それよりもテンポやった。滑舌、このぐらいの滑舌のプロ案外多いでとか、なんかそういう、どんどんそういう論評合戦になっていって、いや、おもろいな、これとか思って。で、そのまあ、一通り、 大学生のネタ終わりましたうん、うん、でなった後に今度そ,の、ねまあ、それぞれの審査員が推しのコンビを発表コンビあピンの人もいましたけどうん、うん、発表するんですけどうん、うん、その間の時間に審査してたスーパーマラドーナとタキオンが自分らがネタをせてな駄目なんですよ。 そうとっ言うとって言うとって言うとそれそうなんですねでもどんどんハードルが上がるわけですあこんだけ理論立ててやってはるんや言葉をこんだけ吟味して省略してツッコミ因数分解した結果のツッコミがあるんやと言うた後にネタをやる。これめっちゃ やりにくいやろうなとか思って確かやりにくかったんですけどでもプロすごいのがそのハードルをひょいっと超えていくんですよ。すげえなと思って。まあ、超えてましたか。 超えてた。明らかにその笑いの質が違いましたね、その。大学生と大学生も十分おもろかったんやけど、おもろかったんやけど。たけだからそう、そうなんですよ。そうそのパンクブーブーの方が一番得してはりますね。いや、まあ、うだ言うだけ、言うだけ言うあ、コンビで来てないから。でも、パンクブーブー来てたら、それはもう、万弱ちゃいますうん。うん。な、そういうことか。 だかからそのほんまになんにな発想がなだろうな、うん、点としては大学生ってやっぱり感性に優れてるのがすごいですけどそれの線でつないでいけてへんみたいなのがあって線でつないでいく技術っていうのはやっぱりプロの人はすげえなーっていうふうに思ってだからいいですよ照江、はい、先生。うん、いや極案でもだからブロックはかけんねんけど流れていかへんからそっか。 経験ないとき。書面をで獲得。ええこと変えといてもなんかバラバラやな。それがそう、点で終わるみたいな。そう、それをうまく繋げていく。今のかインスピレーションもらったね、今。このイベントと同じことが起こるわけですよ。いろいろ言うわけじゃないですか。弁護士とは、みたいなね。ほんでお前なんい先生の書面見してください、言うて。なんや、ポロポロやないか。5時雑字おいでんな、とか言われて。だからもう、だから僕らがもう、まるまる14年やから、もう6年先輩やから、同い年とはいえ、もう20年とかでしょ 20年。だから20年、二十年やってきたらこうやって、ああやで。こういう時はこうやるんやって。何でそこの30師匠みたいな。やるんやって、みたいな。言うわけでしょ言うといて、みたいなね。試されてるわ。そうそうそう。ほんで尋問なんて、あわあわわわ。おいおいおい。やっぱり、おいおいおってなってそこだからひょいと越なあかんから。結構、でも教えるいうのは、 だからあの芸人が NSC で行使するのはいいことなんでしょうね。自分の言語化することができる、ね。そうそう。だからそういう言語化ってせなあダメなんでしょうね。ねお笑い理論は。だから自分がなん、うん、そういうルールを、うん、多分そのね、もう歴戦の強者はみんな、うん、 かそれを感覚的にやってる人と言語化してる人、うん、できてる人とまたいろいろいると思うんですけど、うん、かそういうことってそ,ううそれが意識的になんか顕在化されるイベントで<ー>、うん、最初その看板見てね、うん、<laughs> うっかりしたわみたいね <laughs> <laughs> またふっかり。わあ、ちゃんと見ておくべきだった。何も見んと、空いてますって来たけど大学生が思ったんが。いや面白かった。なるほど。テレ先生おすすめの曲があるということで。はいどんな曲なんですかこれは。えっとねロックンタスケロールザキャプテンスイングというバンドのぼちぼちいこう。そうどんなバンドなんです。これはなんかサーカスミュージックっていうかその。 板条とかはい、はい、洗濯板とか、する使カチャカチャと面白いジャグバンドとかいうジャンルなんですけど、ちょっとコンセプトが地獄から来たサーカスダンていうことでちょっと変なケタイな音楽です。なるほど。はい。今度ビアパーティーにおりますんで、えー、そのあの富裕 <laughs>、はい、クラブですかかいやと思っております。オシ <laughs>、えー、バンドでございます。えー、ロックンタスケロールアンズザキャプテンスイングでぼちぼち行こうか。 あっという間にエンディングでございますはい、はいはい、改めまして、うん、ラジオと憲法観光記念文豪墨田隆平先生トークショーサイン会自分で言うのも恥ずかしいな <laughs> <laughs> 文豪 <laughs>、はいえー、7月18日はい、はい、海の日に楽しみですねはいイオンモール京都桜館4階ことホールで開催しますの、はい、であの大垣書店のホームページですね、うん、ほんで私のツイッターでもあのこのページから入ってくださいやーっていうのをちょっとリンク貼り付けてますんで、うんうん、そっからご予約いただ はい、うん、この日は公開収録この番組のね、うん、ゲストは塩田武さん塩田武さん来られますよ <laughs> <laughs> はい間違いないお二人は本とか告知ないですか出さますか <laughs> まだな<よ><本> <laughs> <laughs> まだないな <laughs> 絶対勝てる相手として <laughs> <laughs> ないですか来週なんですけども、の多分実現すると思うんですけど、企画としてね、さっきちょっと思いついて電話したばっかりなんですけど、私が霜浪人時代、お世話になってた銭湯、京都錦というね、あるわけですよ、錦市場のある銭湯、錦という、もうね、90年の歴史を誇るこの銭湯が先月、廃業なさったんですけども、ここの大将、僕はね、廃業寸前のにあに、 お風呂入りに行ったんですけど、久しぶりに、今度ラジオ出てやって言うてたこと、ああ、言うてたな、うん、う出てもらおうと思って、<ー>ちょっとその銭湯にまつわる、<ー>ちょっといろいろなお話を。 聞けたらなと思っててましてそこからねちょっとそれだけじゃないですかいろんなことしている銭湯と頭の中で考えてますんで <laughs> それが具現化するかどうかはちょっと来週のお楽しみ、もしかしたら長谷川君が来ているかもしれませんあっちの長谷川君が<笑><笑>何食わんの顔で、はい、リーガルバラエティー会になってるかもしれないですけどはい、はい、では来週もお聴きください、せーの。